静電気防止シートすら貫通して感電するため、わかる。ラミーね、本当に、もうね、多分おそらく皆さんが見たら引くぐらい。引くぐらい静電気除去グッズ持ってるんですよ。一時は本当にトラウマすぎて、ゴム手袋みたいなやつを、カバンに入れておいて、本当にそういう金属系のところに触るときは、ゴム手袋をして、ドアを開けたりとかしてました。ゴム手袋っていうか、機械系、そのパソコンの、組み立てとかするとき用の手袋があるんですよ。結構そういう電気が流れちゃうと致命的なやつ、絶縁系の手袋。そう、ラテックス系のやつ、そう。あれを買って、あれをつけて、そう、で、ドアとか開けてました。いや、本当に、潔癖とかじゃなくて、本当に、もう、絶対来るなと思ったら来るんですよ。もう 100%、100発100中に、もう静電気が来るんですよ。ラミーのね、服装とかにもよるのかなと思って、徹底的に服装の、素材とかにも、気をつけたことはあるんですよ。それでも来る。もう絶対に来る。静電気が 100%、100発100中、絶対に静電気が来る。これにはね、もうラミーもびっくり。冬は、完全に、部屋から出ない。なんなら家の中でも静電気来る。家の中って結構裸足だったりすると、こう電気が足から流れるから、静電気来ないとかって言うじゃないですか。言うんですよ。でも、来るんですよ。足から流れてないんかいっていうぐらい、静電気来るんですよ。家の中でも来る。もう信じられない。足からこう電気が流れるから家の中では基本的に放電しないっていうかなんか静電気は流れないって言われてるんですけど来るんですよ。もうただただ生活して裸足で生活しても来るんですよ。もう嫌なんです。もう本当に嫌なんです。本当に静電気は嫌いなんです。毛布とかもすごいですよ。もう、かけてるじゃないですか。かけてるときはいいけれども、ちょっと立ち上がって何かしようと思ったら、もう、ブリ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 って。ブリ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 って。来るし、もう洋服脱ごうもんなら、バチ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 ってなる。もうラミーはね、そうなる運命なんだなと思って。もうニャース出とる。もうニャースも出るわ、それは。にゃーさも出る。にゃーって言いながらもうバチ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 もう今にゃーさって今ちょっと今のバチバチはちょっとにゃーさつもりなかったんだけれども、にゃーさになっちゃったもん、もはやもうそうバチバチしちゃうんですよ。もう